ゆなたんです。どうも、きりたんです。こんにちは。今日の動画はゆなちゃん初めてのスクールメイクしてみたです。イエーイ。ゆなちゃんは4月から中学生になります。そこでナチュラルなメイクをしたいと思います。じゃあ今日は私が説明してゆなちゃん本人でやってもらうっていうことですやっていきましょう。まずはベースメイクです。インテグレートミネラル BB、 あ、間違えた、インテグレートミネラルベース CC です。これは下地とコントロールカラー、肌のトーンがアップするっていうのと、あと UV クリームが入っています。はい実際にゆなちゃんに CC クリームを使ってもらいましょう。はい、見方わかる？押さえてて、はい、で、で、おでこにこっち通して、なくなっちゃう。インテグレートはどこの薬局でも売ってて、すごいパッケージが可愛くておすすめです。はい、じゃあこれをこう手で広げて。次はアイシャドウです。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの10番です。ではこちらの右上のパールっぽいブラウンのカラーを二重のラインに塗っていきます。はい、じゃあゆなちゃん、この右上のブラウンをこれで、で、そう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 、それをこの二重のここ全体に、塗れてる。もうちょっとつける。そう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 、あ、いいいいいい、できてるできてる。で、右側も同じように塗ってください。次にこの濃い色のアイシャドウを黒目の上のあたりから目尻にかけて塗っていきます。それを黒目の上の辺からここら辺、真ん中ら辺からここにかけて塗っていく。さっきよりももうちょっと下に。そう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 。平たくつけて。あ、そう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 。ピンク色になってる。なってるなってる。キャンメイクは高校生とか中学生も買い求めやすい値段で、すごい使いやすいです。もっとナチュラルにしたい人は薄い色か濃い色、どっちかにしてもいいと思います。めっちゃカンペみたいな次はアイラインです。アイラインは MSH のラブライナーダークブラウン R です。このダークブラウンは最近人気なカラーです。ブラックよりもはっきりしてなくて、ブラウンよりも弱くなくて、ブラックとブラウンのいいとこ取りの色です。筆が細くて描きやすいです。とってもおすすめです。これを細かく動かしながらまつげの間を埋めていきます。やるね。え、緊張する。どうしよう、できるかな。痛くない？うん、下見て下。そうそうそう。そう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 、まつげとまつげの間に皮膚てか、あんちゃんまぶたが肌色の部分がそこに塗っていく。
と動いた。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もうちょっと長くする？こっちと。あ、でもできた。もうちょっと書き足す。あ、いい、いい、いい。次はピューラーでまつげを上げていきます。片目でじゃあちょっとやってみます。え、できるの？痛かった、すぐ言って。もう秒で。めっちゃ怖いね、めっちゃ怖いね。あ、怖い、どうしよう。あ、やばい、怖い。痛かったら言ってね。痛い？大丈夫。痛くない？全然痛くない。全然痛くない。じゃあ私がやるの見てて。見える？こう目を開けるの、こうやって。で、こう結構根元まで行って、くって。かわいい、できる。できる？やれそう？怖い。怖い。お、お、うまい、うまい、うまい。そうそうそう、それで結構ギューって。うん、そう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 。あっめっちゃ上がった、めっちゃ上がった。いや、あ、いけてるいけてる。もうちょっとさっきより前に挟んで軽く普通めに、ね、そうそうそう、毛先を軽く。はい、できました。次はマスカラです。キャンメイククイックラッシュカラーブラックです。中は繊維状じゃなくてフォームになっています。ブラックなんですけど、これの透明のタイプがあるので、そちらもおすすめです。ちょっとマスカラをつける前に鼻の部分でマスカラを少量落としておくとダマになりにくいです。じゃあどうぞ。うん、根元からザクザクって。めっちゃ目力あった。あ、でもだいぶすっぴんの時より目がはっきりしてて、目がさらに大きくなった感じがします。自分ではどう？なんか目変な感じ。いつもと違う、やっぱ重い、重い。まつげが重い。次はチークとリップです。素顔のスフレ感チーク&リップです。限定カラーのキャンディーピンクです。こちらはこれだけでチークとリップが使えるという商品です。じゃあチークからしますか。片方やる。まずつけすぎた。まだまだ。あ、いい感じ、いい感じ。はい、ちょっとほんのりピンクになって可愛らしい方が生きてる。はい。ちょっとなんかめちゃふわってしてるよね。そうそうそう、顔めっちゃサラサラしてる。最初はね、クリームみたいなのにね、めっちゃサラサラしてる。途中からパウダーみたいなサラサラになる。はい、これチークとリップが一緒になってるから。はい、そうそうそう。どうですか？サラサラしてる。この中間のリップはかなり普通のよりふわふわしてて、色が薄付きだから何度も重ね塗りして自分で調節しやすいです。この素顔のシリーズはこう薬局に売ってたりして1000円くらい買えます。で、今日使った商品も薬局で買えて大体1000円以内で買えます。で、こちらの素顔のチーク&リップは結構マットな仕上がりなので、ツヤ感が欲しい場合には
メンソレータムのリップフォンデュのコーラルピンクを使います。こちらリップクリームの形なんですけど、塗るとグロスみたいな感じのツヤツヤの商品。一回出すと戻せないので注意です。ラメが入ってないので学校にしていくのもおすすめです。はい、じゃあどうぞ。みんなどう？めっちゃツヤツヤ保湿された、うん、はい、完成です。はい、やってみてどうでした？難しかった。難しかった。何が一番難しかった？アイライン。やっぱまつげをね、埋めるのがちょっと難しいね。でも結構上手にできた。できてる、できてる。これからもやってみたいと思います。これから頑張っていこうね。じゃあ今日の動画はここまでです。今日もメル TV を見ていただいてありがとうございます。もしこの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。